こんにちは今日は動画を撮るので何着ようかなと思って15年前に作った服を見つけたので着てみたらピチピチですごくショックを受けた山ふさこです今回の動画は等分線の切り方についてです。カービングの切り方は一つではありませんが現時点で私がおすすめする方法をお伝えしたいと思います。カービンングのデザインは 一周同じ形の模様を連続でで横方向に並べて作ることが多いです。その際に模様の数の分の等分線を入れてから模様を作りますカービングでよく使う等分は偶数ですと4等分6等分8等分12等分16等分です。稀に 10等分や20等分をすることもあります。奇数でいうと3等分と5等分をよく使います。これから実際に切っていきますが、切る前に決めておくことが2つあります。1つ目は深さ。2つ目は長さです。等分したところに作る模様の 高さと長さを決めて、必要な分の深さと長さで切っていきます。等分したところに作る模様の高さと長さを決めて、それに必要な深さと長さで切るようにします。このようなデザインの場合は、花びらの高さは約2ミリです。等分線の深さは約2ミリとします。 花びらの長さは約1センチですが、このデザインの場合、等分線がデザインラインとして必要になる長さは、この間で3ミリ程度の長さがあればよいと考えます。そのため、等分線の長さは3ミリあればよいと考えます。別の例で、このコスモスのような、 花びらの長いデザインの場合は、等分線がデザインラインとして必要になる長さは8ミリ程度です。ですので、8ミリの長さが必要だと考えます。等分線の切り方は、ナイフの角度は底面に対して垂直に入れます。自然にナイフを持つと、 手が傾きますので、傾いたままではなく、ナイフがまっすぐになるように切ります。では実際に切っていきます。偶数の場合は2等分から始めます。今回は深さを約2ミリ、長さは3ミリ必要として切ってみます。1本目を中心。この場合の中心は ここになります。中心からまっすぐになる線を入れますが、深さは約2ミリ、長さは3ミリ必要ですので、根元で3ミリになる長さまで押し付けるようにして切ります。 ナイフの先で根元ですね。これで3ミリ欲しいので、表面に見えている線は長くなります。3ミリよりも長くなります。この時必要な長さはナイフの先での長さになります。奥ですね。表面ではなくて奥に潜っているところの長さになります。 ナイフは少し下向きになりますので3ミリの長さより実際は長めになります2本目の線は右利きの方は1本目の線が左側になるようにします左に先に切った線を配置して中心を通ってまっすぐ通るように持ってきて 2ミリの深さで、また根元で3ミリの長さになるようにして押し付けます。左利きの方は、右に先に切った線を持ってきて、それに対してまっすぐ一本の線になるように、左側方向に線を入れます。 私は長い間、二等分の線を入れるとき、縦に線が通るように配置して引いていました。私だけかもしれませんが、こうして引くと結構最初の線とブレてしまうことが多く、横向きで判断した方が、一本線が通しやすいと感じています。 目は横方向に並んでいるので縦のラインより横ラインの方が把握しやすいというようなことを以前何かで聞いたことがあります横方向に見て判断する方が私はブレが少ないので最近は横方向で相手と今から切る線が一直線で 通るようにしています。次は4等分にします。2等分の線が今度は縦方向になるようにします。その線に対して90度になるようにしますが、切る前にナイフを表面ギリギリに 当たるか当たらないかぐらいギリギリのところに当ててみます。当分する根元だけを見るのではなく、この距離ですね、ここまでの面積と形を見て、この二等分する線が均等なこの形ですね。ここに出てくる長い形。 が、同じ面積と形になるように判断します。で、これで良いと思ったら根元にぎゅっと2ミリの深さ、3ミリの長さになるようにします。引かないで根元の真下にナイフが降りるようにします。 そして、先ほどの線が横に配置するように持ってきて、やはりナイフを表面ギリギリに当たらないぐらいのところに当ててみて、根元だけでなく遠いところ、この形、 この形の面積と形を見て、さらに相手とまっすぐ一本で通るように見て、これで OK と思ったら、引かないで根元の真下にナイフが降りるようにします。 これで4等分になります。そして8等分は、この4等分を2等分した線になります。このような形ですね。先ほどと同様にして、こういう風に表面に切らないギリギリのところに当てて、 この大きな面積、この大きな面積が2つ同じようになると思ったところでぎゅっと真下に押し付けて等分のラインを引いていきます。これで8等分のラインが引けることになります。次は12等分を説明します。12等分は こちらを3等分にしていきます。もし、あの、直接切るのが不安でしたら、少しね、この切れない方で、ちょっとね、こうやはり見て、下書きするのもいいかもしれないですね。ちょっと外のあたりに3等分に、ここで3等分、この距離で3等分ですね。このあたりかな、このあたりかなってみて、 ここでまた3等分の感じなんですね。この辺かなこの辺かなで、またこうね、見てみて3等分になるかなーっていう感じですね。ここ、ここが1つ分で、ここが2つ分になってるかなっていう感じです。そして、いいかなーと思ったら、やはり2ミリの深さ、 長さは3ミリになるように押し付けます。そして、これの半分ですね。また、えっ、ー、と、この大きな形を見て、均等になってるかなっていう風に見ていただいて、根元に押し付けます。2ミリの深さ、根元で3ミリの幅になるようにします。そして、同じように切っていくんですけれども、 相手とまっすぐ切って判断することが、えっ、ー、と、正確になるかなと思うので、これですね。ここでこう当ててみて、この形が1個分、そして残った形が2個分になってたら OK っていう感じですね。うん、これぐらいかなっていう感じで押し付けます。 で、次。こちらと、まっすぐ通り、2等分になるところで、で、ここの根元だけじゃなくて、ここの距離感も見て、OK かなぁと思ったら、押し付けます。そう。で、均等にするために、判断材料が多い方がいいんですね。なので、こ、こ、ここの、 4等分のパーツいって次行くんですけど次行くとあの次もここだけの判断になるんですけどこっちに行くことによってこの3等分とその相手が通るっていう風に判断していきやすいのでここをやった方が判断材料が増えて私はこのここ作ってこっちの正面作っていますで今度はまた ですすねね等分分していきます、ね、こちらで,3等分でその時にはもうここのパーツとここのパーツも見ることができるので,でここの3等分ですねこの辺この辺かなこの辺この辺かなって見といてこうですねこう持ってきてこの1個のパーツとそれが倍になってる状態。 で、この辺と、この辺と、えっ、ー、と、長さも見ることができますね。この辺の長さ、この辺の長さも参考にすることができます。これぐらいかなぁ。っていう感じで、決めたら押し付けます。決めた深さ。2ミ、mm、リの深さ、3ミ、mm、リの長さ。そして、 そしてまたこの間ですね。ちょうど半分になってるかっていうのはこの面積、こちらの面積がちょうど半分になってて、これともこれとも同じ。いろんなところですね。検証できるところはいろいろ見た方がいいと思います。これでグッと押し付けて切ります。こんな感じですね。で、そしてまた自分の切りやすい位置に持ってきて、 判断します根元で3等分の1外でも3等分の1そしてこの幅この幅もまた参考にしてそしてまた相手と1本まっすぐ通るように見て OK だと思ったらグッと押し付けます。相手と見て、OK、2等分 てるかな。そう、このパーツの二等分。そして、このパーツとこのパーツと同じような大きさになるかなと見ていただいて。ぎゅっと押し付けます。これでね、十二等分しました。十二等分は四等分を三等分に割っていくというのが良いかと思います。十六等分は八等分を。 さらに2等分にしていただければ良いかと思います。では6等分の方法です。6等分は2等分をしてその間を3等分します。まっすぐ持ってきて1本目をぎゅーっと根元に落とします。 そして、右利きの方は左にその線を持ってきて、左利きの方は右にその線を持ってきて、一本中央が通るのを見て、ぎゅーっと決めた深さと長さで押し付けます。そして、六等分、円形を等分するときは、時計の区切りで判断しています。 今切った線を縦に持ってきて、12時、こちらが12時、こちらが6時として判断していきます。6等分ですと、2時の1、4時の1、6時の1、8時の1、10時の1と想像して等分します。2時の1は、 12時から3時までの間を3等分したところに入れます。根元で3等分、外でだいたい3等分。3等分して、3の3時のところの1個目の3等分の線になります。ここでグッと押し付けます。4時の位置は、 この3時の位置から6時の位置までの間を3等分した1個目3の字の近いところになります。押し付けます。6時の位置はこの2等分のラインですね。8時の位置は6時から9時の位置で 3等分したところの9時の位置に近いところになります。ここですね。8の位置は2の位置とまっすぐ位置が通るように見てグッと押し付けて切ります。10時の位置は 9時の位置と12時の位置の3等分の1の1個目9時に近いところ、そしてこの4時の位置とまっすぐ通るところに見てぐーっと押し付けます。次は奇数割りをします。1本目の線は 中心からまっすぐ通るような位置で引きます。まっすぐ上に基準ラインとして配置します。3等分は時計に当てはめると、4時の位置、8時の位置になります。先ほど6等分でしたときのように、これですね、この えと3時の位置が90度になり、えーと6、4時の位置はこの3時の位置と6の1の間の3等分の1の1本目に近いところになりますので、また全体的にナイフで等分の感じを見て、ぐっと押し付けます。8時のラインは、 6時と9時の間の3等分の1の9時に近いところになります。次は5等分です。5等分は60、60分ですね。時計は、えー、と60分なので、60÷5 をして12分ごとになります。まず、 えー、基準線引きます。真ん中からまっすぐ一本ですね。基準線。ちょっとね、わかりやすいように少し長めに引きますね。ちょっとね、これだけ長めに引きます。で、そしてこれを基準ラインとして上に持ってきます。 で、えっと、12分の1ですね。それは、この3時の1までを3等分した1で、ここが2の1なんですね。2の1っていうことは10分になります。10分より少し振っているので、12、ここ。になります。で、次は、12の倍数でいきますので、24分ですね。24分は、この3時の1と、 6時の位置の間を、3時の位置ちょっとね、外に、九十度書いておきますね。ここの3等分した位置が、これがね、5の一になりますね。5という方、25分になります。次24分ですから、この25分より、ちょっと、ちょっとこちらが、これが24分になります。で、次、 えっと、24の次、12分ですから、えっ、ー、と、12分じゃん。12分足しますから、えっ、ー、と、36分ですね。36分は、この6から9の1の、えっ、ー、と、3等分したところの、えっ、ー、と、ここですね。7の1に近いところ。7の1よりもちょっと遠いところが36になります。ちょっと私が切りやすい方向で書かせていただきますね。ここが6。 5が9になってるから、6間で3等分して7に近いところ、7よりちょっと振ってるとこが6、7よりちょっと大きいぐらいが5ですね。で次これがまた基準ラインになって、えっと48分ですから次この9時から えっと、12時の間の3等分の1個分、これが50になってるんですけど、50よりちょっとちっちゃめに48番になりますので、このあたりっていう形で切っていきます。そんな感じで、時計の針、時計の分数で、えっ、ー、と、等分の、えー、と数で割って、何分の1になるかっていうふうに判断されると分かりやすいかと思います。で、慣れるまでは、 紙に書いてこうね、あのー、練習されるのが良いと思います。今回のまとめです。等分線は深さや長さを作る模様の形によって決めてナイフを底面に対して垂直にし根元に押し付けるようにして切ります。必要な深さや長さがなければ 切り取りラインを切るときに一回で切り取れなかったり、くずが残ったりします。逆に必要以上の深さや長さにすると作った模様の表面に傷が残ったり、模様がポロッと取れてしまう原因にもなります。等分線も美しい作品を作るための一つの要因になりますので、丁寧に切るのが良いと思います。 今回の動画は参考になりましたでしょうか世界にカービングを広めるため、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。